先に行くわね。まさか病気だったなんて。王子が心配で、きっと何日も眠れなかったのね。全然知らなかった。もう心配いらないわ。病院に行けば良くなるはずよ。じゃあ行くわね。ありがとう。ああ、これからどうする？そうだな。ここをきれいに掃除したらどうかな。帰ってきて家がきれいだったらきっとビルダーさん喜ぶよ。それはいいアイディアだね。そうと決まったら早速やろう。よし。あ、ここにも。よしっと。ボールが。確かこの辺りだったような。あ、あった。もう少し、もうちょっと。あ、大変だ。フォーク、危ない。フォーク。おい、どうしたんだ。まずいよ、僕大変なことしちゃった。出ておれ。岩が丸太を支えたおかげで怪我はないみたいね。ごめんね、ボーク。僕ら本当にビルダーさんの役に立てないね。問題ばっかり起こして。落ち込まないで。みんなはお手伝いをしようとしたんだから。今度からはもっと気をつけようね。じゃあどうしたらビルダーさんに喜んでもらえるかな。やっぱり綺麗に片付いたところを見てもらいたいんだ。大丈夫だよ、僕たちが手伝ってあげるね。みんなでやればきっと早く片付く。ありがとう。よし。よいしょ。ありがとう、マックス。どういたしまして。おかえりなさい、ビルダーさん。おや、いつの間に掃除をしたんだい。新しい家みたいだ。みんなでビルダーさんのために掃除をしたんです。どうですか。いや、わしがいない間に何があったんだ。それは内緒。とにかくみんなどうもありがとう。
いつ